バリのレストランで夕食を楽しむ観光客たち。この直後、彼らの身に悲劇が襲う。3回の爆発による被害者はこれまでに死者が少なくとも22人、負傷者が120人を超えている。捜査当局は自爆テロと断定し捜査を続けている。ニュースジャパン富士ニュースネットワーク。ご覧のスポンサーがお送りします。こんばんは、松本雅也です。こんばんは、滝川クリステルです。さて、私たちのニュースジャパン3年目に入りました。心を新たにお伝えしていきたいと思います。はい。さて、早速ですが、冒頭ご覧いただきましたようにバリ島の3カ所で起きました爆発事件で、地元警察は3人の男による同時多発自爆テロと断定しました。犯行の手口などから東南アジアを拠点とするイスラム過激派の犯行の可能性が強いとみて、首謀者とみられる幹部の行方を追っています。